ちょんちょこちょん、ちょんちょこちょん、はいはいはい。いつになったら個別ルート入るんですか。いつになったら個別ルート入るんだろうな、黒なぎ。教えてくれなぎ、教えてくれ黒なぎ。あと何回黒ゲームをやればいい。というわけで気づけば動画がパート15になりました。黒ゲームさ、エンディングが3つあってさ、あのヒロインが3人おるでしょ。あ、黒なぎはヒロインじゃないからな。ヒロイン3人の個別のエンドがあって、要はその個別ルートもあると思うんやけどさ、その予兆が全く見られないんですよね。1パートに続き20分後半の動画に仕上げてるつもりなのに、まだそこまでたどり着いてない感じなんですよ。黒ゲームボリューム多いのか、俺の実況が遅いのか、どっちなんだろうな。多分後者だ。やっていきまーす。ん、なんだよ。いつも俺の制服のポケットに変なもの入れてんのお前だろ。変なものって？乾電池とか綿棒とかさ。まあ、あの話ついてたんか。前回の乾電池めっちゃ出てくる話ついとったんか。ああ、それか、よくわかったな。お前かい。やっぱりな。まあしかし理由は聞いておかないとな。こいつなりの善意かもしれないし。どうしてそんなことをしてるんだ。いや、高崎って俺のすぐ前の席だろ。ちょうどポケットに物が入れやすい位置にあってな、つい廃品処理をだな。いや、廃品って言っても使えないものは入れてないからな。ゴミ置き場か。俺のポケットはゴミ入れかも。ポケットの中には電池が一本叩いていくたびゴミが溢れる。ふざけんじゃねえよ。俺のポケットはゴミ箱じゃねえ。夢が詰まってるんじゃ。夢が詰めとるんじゃ、わしのポケットには。授業が終わった。さて、おっと、いつもの選択肢じゃ。帰る準備をするとかやったらさ、基本的に何もせずに帰ってしまうけどさ、ジュースを買いに行くの方が選択肢としては合っとる気がするけど、とりあえずセーブはしとくよ。さて、ジュースだ、ジュース。今朝品物の入れ替えがあったらしくて、ジュースというよりゼリーが並んでた気がするんだ。あ、でもさ、そういうゼリーって結構うまいよな。ワイド飲むときあるな、俺も。喉乾いた喉には全く効かんのやけど、うまいことはうまいぞ。ゼリーって噛んで出されて普通に飲めるのか、常識的に考えて。まあ買ってみりゃわかるか。うまいよ結構。帰り道の公園で一人の少女が空を見上げてるのに気がついた。あ、公園って初めての風景出てきたな。公園か。誰少女って。この辺りでは目がけない少女だ。全くの新キャラ。モブやな。迷子かもしれない。このまま放っておくのも危ないしな。君、こんなところでどうしたんだい。少女は脇の大木を指さす。その枝の先には赤い風船が引っかかっている。うわ、定番のパターンじゃ。ごつ定番のパターンきたな、うん、あれを取りたいの。全然喋らんな。いちいちこんなキャラクターに CV 募集するもめんどくさいっていう、そういう大人の需要が見えてくるわ。少女はうなずく。とはいえ赤い風船は少女はおろか、俺ですら手を伸ばしてもジャンプしたとしても微妙に届かない高さにある。こういう時ってさ、肩車がよくありがちな気がするわな。アニメとかだったら一人一人のせじゃダメだけど、二人合わせれば届くかもしれない。肩車で試してみようか。俺がしゃがむと少女は肩に乗る。がっつりと少女の体を固定してゆっくり立ち上がる。どう？取れそう？ダメか。微妙に手が届かないらしい。この状態でジャンプするわけにもいかないしな。俺は少女を下ろす。夕日に照らされて一層色彩を増している真っ赤な風船。
少女も俺も途方に暮れて木の下に立ち尽くしていた。その時、二人ともちょっと木から離れて。不意の声に俺は少女と連れて木から少し離れる。それと同時に木に向かって走ってくる鍵があった。そうした鍵は直前まで来るとそのまま大きく跳躍して取ったよ。はるかちゃん、はるかちゃん、ふうりこちゃんみたいに言ってて前もそんなこと言った気がするけど、はるか、ジャンプ力高。あ、でもバスケってあれか、ダンクシュート決めるんだってジャンプ力いるもんな。赤い風船を手に微笑んでるのははるか。はい、もう話しちゃダメだよ。少女はお辞儀をすると風船を受け取る。一回も喋らなかったな。その間にはてん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 のウィンドウは絶対出てきよったなしかしさ、何なのさ。あの風船は親手さえジャンプしても届かない位置に引っかかっていた。これは遥かが刻み外れた身体能力の持ち主だということの証明に他ならない。跳躍力、疾走力、脚力、とにかく遥かの逸脱した身体能力は脚部に集約されていると俺は確信する。バッタかなんてことを思ったのだが、結局はるかって存在は一言をこの一言に尽きるのである。はるかって本当にすごいよな。すごいよな。終わったああまた知らん風景来た。知らん風景がどんどん出てくる。しかもなんかすごいなんか緊迫した風景になってる。ヤクザものみたいな感じの風景になってるぞお前。俺は夜道を走っていた。明らかに俺は今誰かに追われている。後ろからものすごい速度で俺を追いかけてくる人影、街から追ってくる。そいつは誰かわからない。だけどおそらく捕まったら俺は、だから走る、止まることなく走り続ける。月明かりの下、息を切らしながらひたすら俺は走る。どこまで走れば助かるのか、俺はどこに行こうとしているのか、それすらもわからない。出口もなく、ゴールもわからない。ただ、俺はがむしゃらに走っていた。底知れぬ恐怖に苛まれ、足を止めることができなかった。バイオハザード3やん、こんな。ネメシスに追いかけられとる感じやん。だけど、動機が高まり、汗が止めどなく流れ続ける。だが、とうとう、俺の体は限界を超えてしまったようだ。足がもつれて俺はその場に倒れ込んでしまう。後ろからどんどんと近づく足音、それは間もなく俺の真後ろに来る。俺はその気配に思わず振り向いてしまった。その姿はありえない色彩の、あ、ビヒブ系だカイジ、おい、女カイジじゃないか。そんなキャラクターおったなって感じ。ちさと、そこにいたのは赤い髪のちさとだ。赤髪のちさとは、なんか、四皇に選ばれてそうな名前だな。赤髪のちさと。もう鬼ごっこはおしまい。なんだ、ちさとか。びっくりさせないでくれよ。いや、これどっちかというと勝手にびっくりさせられとっただけなんや気がするぞ。よく見てたらちさとかで終わるのにさ、何も考えずやばい逃げろで逃げた結果がこれだろうが。びっくりした、どうして。びっくりする要素なんもいもんなあえて強いて言うならばさ、コロコロ線のかや、コロコロ絵の線がさ、一本一本すごいグニャグニャになったのがすごい気になるんやけどな。もういい。お前の赤髪を振り乱して追いかけられると正直怖い。マジで正体わからなかったし、そんなデータ、なんか用か。せっかくあったんだし、いいものあげようと思って。なんだ、いいものって何？電池？いいもの。はい、これ。そう言って渡されたのは真っ赤な棒状のもの。
発煙筒かな。車に一本は乗せておきたい。いざという時に煙を出す発煙筒かな。これは、ああ、色違いのなら子供の頃にもらったことあるかも。これはもしかして千歳飴？惜しい。正解は千歳飴。しばくぞ。千歳飴？なんだそりゃ。美味しいわよ。そもそも口に含んでいいものですか？怪しいな。怪しいな、千歳飴。千歳飴に千里を掛け合わせているというセンスがよくわからん上にさ、怪しいな。似合いで笑ってるもんな。大地、このキャラクター描き方がカイジなんだよな。カイジのようなタッチで描かれてるもんな。怪しいな。その口の中は真っ赤に染まっていた。無駄にミステリアスな雰囲気出しとんな。また叫んだな。近所迷惑なんだよな。それから千里飴を舐めると口の中が真っ赤に染まると、俺が知るのは少し先の話になる。なんか子供にか、子供向けのお菓子であるやつやん。さて、今日はすることもない。寝るか。俺は早々とベッドに身を任せた。あー、またかー、黒なぎ。電話、一体この時間に何なんだ。いや、誰からかは概ね分かる気がするんだが、受話器を受け取る前から。はい、高崎ですけど。おー、高崎か。またー、お前かー。自分で調べろやー。パソコンあるんちゃうんか、お前。自分で調べろやー。やはり黒なぎだった。アンビン妨害め。なんだよ、こんな時間に。俺にとっては大切なことなんだ。なんだ、お前借金に、借金どうやって返せばいいかとか考えてんのか。とりあえず行ってみろ。一体何が聞きたいってんだ。あのさ、昆虫ってどんなものを昆虫っていう。しょうもな、しょうもな。それこそ調べれば簡単に出てくるわ。ああ、昆虫の一般的な定義は外骨格で。うん。外骨格？ああ、これはややこしい話になるわ。ちょっと難しい言葉出しただけで、なんだそれになる。なんだそれ、なんだそれ、なんだそれって、ね、エンドレスに来るやつじゃん、お前。体の外で骨格を形成してるの。動物は体内に骨があるだろ。それの逆だよ。なるほど。あとは？頭に触覚があって、うん、副眼、うん、小さな目がたくさん束になって形成される目のことな。うむ。あとは三対の足と背中に羽を持ってることかな。おお、よくわかったぜ。ありがとな。最近さ、小学、あなたは小学生5年生より賢いのとかいう、そんな番組やでさ、アメンボも昆虫って言おったよな。あれ、俺知らんかった。アメンボって昆虫なんやな。全然昆虫っぽくないけど、よう考えたら足6本あるしな。水辺の生き物でもあんなんでも昆虫に入るんやなって。どうでもいいけど。で、また今日はどうしてそんなことを聞くんだ。なんか部屋で妙な虫発見したんだよ。これって昆虫の一種かなって思ってさ。はい、触ったらダメな虫で、あーってなってみない。お前最近部屋掃除してんのか。失礼な。きっと窓から入ってきたんだよ。まあそれはどうでもいい。そんなことより重要なのは、どうして俺がこんな時間に昆虫の定義を説明しなければならないかという話なのだ。それを自覚すると同時に怒りが込み上げてきた。こいつは実質の謎の虫を昆虫かどうか確かめるというくだらない要件のためだけに俺の睡眠時間を削っているのだ。もしかしたら新種の昆虫かもしれないな。申請すれば名前なあ、その虫、本当に昆虫なのか。え？だって昆虫の定義全部満たしてるぞ。実はもう一つだけ定義があってな。昆虫はな、変態するんだよ。変態？変態？敵なら
無夫婦なスケベなお前らに関してはなんかこの S から始めるって X で始まるやつを想像するかもしれんけど、そうじゃないぞ。なんか体の形を変えるのが変態であってね。確か変態と言ってもお前のことじゃないぞ。幼虫が成虫に変化。あ、そう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 、それ変態と言うんだ。その昆虫変態するのか。そうだぞお前ら、スケベな妄想したなお前ら。わかるぞお前ら。わからない。さらに幼虫と成虫の間にサナギ形態を挟む場合もあってな。ちなみにそれを完全変態という。完全な変態ではないぞお前ら。まあ形態がほとんど変化しない無変態の昆虫も存在するわけだが、つまりどうなったら昆虫なんだよ。それをもっとわかりやすく教えてくる。うるせえ。もやもやしたところで返しました。ググレカスってやつですね。やっぱこれはググレカスってやつですね。これは俺は黒なぎの話を強引に電話を引き切って終わらせると、そのまま再び床に着いた。はーい、次の日黒なぎ眠れない状態で、睡眠不足の状態で学校来ますね。これそして夢の中、その日のそれはもう青く澄み渡っていた。俺は重い扉を開き、青空に近いいつもの場所へと向かう。いつもの立ち位置でいつものように街の風景を眺めていた。俺に気づくと振り返って言うのだ。またお会いできましたね。またお会いできましたよ。だな、先輩も頑張ってるな。少女は台本を書いているようであった。俺はしばらくその様子を眺めていたが、なあ先輩、何ですかカズト君。その台本ハッピースクールだっけ。あ、はいです。一度やってみてくれないかな。とっても面白そうだ。またやらせるんだよな。 でもこれはまだ書きかけで、俺先輩の演劇のファンになっちゃったんだ。早く先輩の新作が見たくて仕方がないんだ。なあ、いいだろう。しばらく迷っていたが、もう仕方ないですね。ああ、乗せられましたね先輩。乗せられましたね先輩、カズト君に。少女は苦笑しながら立ち上がる。どうやら演劇をしてくれるらしい。さあ、青空演劇ハッピースクールの初回公演だ。またいつもの夢のようだ。チリリリリンがなかったな今回でも。黒なぎ今回は目覚ましで止めていたな。悔しいことは覚えていない。だけどこの夢、毎回同じ場所で同じ人物と会っている気がするのだが、もしもこの夢に意味があるのならば、一体その意味とは何なのだろうか。意味あるのかな。早く起きたので部屋の整理をしていたぜ。するとなんだか面白いものが出てきた。それはカメラだ。カメラ、お前撮影初めて YouTuber 目指すつもりじゃないだろうな。これから出てきたのはいかにも古びたポロライドカメラだった。俺はこんなもん持ってたんだな。そういえばいつぞやかに親父に一つカメラを借りて風景写真撮影に挑戦した気もするぞ。久々に写真でも撮ってみるかななどと思っていると、やっほー、へかずとおはよう。へかずとって脳天気な声とともにはるかが入ってきた。ちょうどよかったはるか、被写体になってくれ。おう、え、僕が突然そんなこと言われても。ほーら撮るぞ。裸になって。ちょかずと笑って笑って裸になって、ちょっと脱いでみようか。いいねいいね。何させるのさ。かわいいよ。ほら綺麗に撮れてるぞ。ちょろいな、この顔の諦め方ちょろいな。何年前のカメラとは思えないくらいの仕上がりだ。そう思わないか。あ、そうだね。このカメラはまだ使えるようだ。俺はカメラをカバンに積み込む。
じゃあそろそろ学校に行こうか、はるか。うん。今日の最初の時間は美術の授業だ。俺たちは美術室に向かっていた。そういえば僕たちって入学以来ずっと美術の授業は実習だったよね。実習にされたら困るな。美術は美術のことなんか全くわからんのにさ、それで実習させられとったらさ、美術のこと何もわからん。このまま卒業するまで実習ばっかだったら美術のスキル何も身につかんわ。ああ、この学園に一人しかいない美術教師の都合らしいが、つい最近戻ってきたらしい。あ、ようやく美術の時間できるんか、ちゃんとしたやつ。一体どんな先生なんだろうね。僕楽しみだな。ああ、俺はろくなやつが出てこんと睨んだけどな。どんな理由にしろ仕事をホール教師だからな、あまりいい印象はないな。うん、俺は知ってるぜ。入学前の学校説明会であった。え、どんな教師だったんだよ。あれは思い出すのも恐ろしい。やっぱろくなやつじゃないんじゃお前。なんて言っている間に着いたわよ美術室。はーい。バカ、ドアを取って開けるのはやめ。美術室の中には、美しい、美しすぎるこの肉体。あー、ここで出てくるんか、ここで出てくるんか。なるほどな、おったわ。スタート画面でさ、パート1の時に、オープニングの時にさ、オープニングの時に出てきたん、俺反応したんやけど、なかなか出てこんなと思ったら、ようやく出てくるんか。ああ、いい男の人じゃん、お前。大きな鏡を前に、一人の大男がポーズをとっていた。あ、ナルシストのパターンだった。生徒一同、目が点になる。あのさ、黒なぎ、もしかしてあれが。ぎ？ぎ？いやー、美術教師だー。ははめっちゃ叫んどるよ。お化けだーみたいな感じ。その声でようやく気づいたのか、大男。いや、美術教室は、俺たちの方を振り向く。ようやく来たな。早速授業を始めるぞ。やめろ。そう言いつつ、なんでつなぎの前のマスター下げてるんですか。なぜ、だいたいなんでつなぎ来てるんだ。王の授業は射精だぞ。さあ、俺の肉体を描くのだ。思春期の少年少女に変なことを吹き込まないでくださいよ。やすぎー、女性が良かった。そうか、嫌か、嫌なのか。だったら肉体美の素晴らしさを教えてやるぞ。さあカモン。いやー、抱きつくな。大胸筋が映る、上腕二頭筋が。なんかうまいこと言ってるな。雑菌みたいに言うでない。こうなったら俺なしでは生きていられない体にしてやる。やめろ、性犯罪を繰り出すな。性犯罪をするんじゃない。性犯罪です、それ先生。まあ黒なぎやけんいいか。無言で扉を閉める委員長。戻ろうか。ね、この学校のさ、採用試験さ、ガバガバなことをやってる？学校側は PTA に言っとくぞ。ろくな教師を雇えと。採用試験、どういう観点で合否決めてるんだと。俺たちは皆げっそりとした表情で教室へと戻り、いつもの美術の時間のように実習をするのだった。なぜクビにならん。あれで授業をほっとりかして実習ばっかりする教師がなぜクビにならん。コネか、コネがあるんか。廊下を歩いていると、赤い髪の生徒の頭が見えた。ああ、千里かな。それが誰かは一目でわかる。いや、千里じゃないか。まだ出てきたカイジ。カズくん。うん、カズトだから。カズくん、カズくん。言い方ちょっと癖あるな。カズくん。
ダメ。好きにしてくれ。うん、好きにするね。なぜか千里のペースに乗せられた気がするが、あえて気にしないようにしよう。うん、好きにするね。どんな好きにするん？どんな好きなことをするん？カズくん。はい。うん？今日もいい天気だね。ああ、だな。こんな日は授業サボって遊びたいよね。サボれるものならな。じゃあさ、カズくん、思い切ってサボっちゃわない？お前いきなり何？お前不良生徒やろうとしてんだ、お前は。え？一人ではサボりにくくても二人だとやりやすいです。いや、お前何が赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいに論出してくるな、お前。あはは、全く和人くん同じ発想や、お前。千里の口車に乗せられているような気がする も、 しなくもないが、さて。あそこ俺頼みなんすか、このゲーム。そこ俺頼みなんすか。わかった、乗っかってやろうじゃねえか、飛行に。そうだな、まあたまにはいいかな。教師が教師なら生徒も生徒ってことだしや。うんうん、たまにはこういうのもいいものだよ。だってこんなに天気がいいんだもん。もう精神論でさ正当化してくるからな。窓からは眩しい夏の日差しが注いでいる。確かにこんないい天気の人に一度ぐらいは休んでもいいよな。で、一体サボって何をするつもりなんだ？え、二人で体育館の中でイチャイチャする？そうね、隠れ鬼なんてどう？隠れ鬼？隠れんぼと鬼ごっこを足した遊びなの。相手を見つけても捕まえられなきゃダメ。なるほど。で、範囲はどれくらいにするんだ？うん、範囲は学校の敷地の中。楽しいと思うんだ。学校の敷地の中か。結構壮大なものになりそうだな。ちょっとした逃走中気分やな。カズくんのお手並み拝見と行こうかな。こうして俺と千里は授業をサボって隠れ鬼を満喫したのだった。しかしだ、千里がこんなにもやり手だとは思わなかった。やり手っていうことやめろよお前。なんか誤解しちゃうじゃん。その日上げている左手に何かちょっとやばいテクニックが詰まってるようかと思ってしまうやないか。赤髪の千里、左手の魔術師。私は遊びの天才だよ。わあ、ろくな大人になりそうじゃないな。結果は俺の惨敗。このような結果を突きつけられると、そんな千里の言葉にもうなずかざるを得ない。ああ、久々に思いっきり遊んだ。俺はその場に倒れ込むように寝転がる。なんか気持ちよさそう。私も。そう言って千里も俺の隣に寝転がった。授業中だけあって静かだ。ただ風が草を揺らす音だけがかすかに響くのみである。その風が俺の体温を心地よく冷やしてくれていた。しかし、こんなに体を使う遊びは何年ぶりだろう。クロナギと遊ぶ時だけってこんなには動きやしない。お前は小学生の頃は毎日このようにこうやって動き回って遊んでたっけ？いつからだろうな。思いっきり遊ばなくなったのは、時々ならこうやって千里みたいなやつとあの頃のように目いっぱいはしゃぎ回って遊ぶのも悪くないな。真上に広がる青い空を見つめながらぼんやりとそんなことを思うのだった。あっという間に全ての授業が終わり放課後ってお前出てなかっただろうが。
さすがは土曜日。いや、出てなかったやろが、お前。授業受け取ることになってるわ。誰だ、誰かが俺今までのカズトはカズトじゃなかったんか。こっちのカズトが本物のカズトなん、それとも二人で分担しとんか。遊ぶカズトと授業受けるカズト分かれとんか、お前ら。分担作業しとんか、お前ら。なんだこりゃ。